裁くルールなんかないのに、常識だ格式だはみ出せばタッチアウトだとがんじがらめの毎日だから、お手本通り言う通りお利口なふりをして、空気読んで言葉飲んだ自分じゃない自分がうずき出してきたんなら、前へ前へ数センチメートルずつでいいから耐えて、前へついさっき派手に転んだばっかで笑われてるし、あっちこっち痛むけどそれくらいが上等だろう、また立ち上がろう、あの空より潰したまんま人生終わらせちまえるらしい、最後に心から泣いたのはいつ頃だったっけ、最後に君と心から笑い合えたのはいつ頃だったっけ、破れかけて元の形がわかんなくなるほど欠けて擦れて、少し前の僕だったらここらで諦めてた、これで十分だろう、自分らしい跡、無様を晒しても間違えてばかりでも負けるわけにはいかない、勝ち続けなきゃいけない、やめちまえばいい、諦めろとささやく自分に、その手をかざしてもなくても奇跡を待ちはしないよ、それを起こしに行くんだろう、流れ落ちた汗に日が差すその時、君が見た孤独や希望がその行き違う、この立ち上がろう、あの空